風は行く、乱世の彼方へ。頼まれよ。彼らは鍋島、黒田、加藤に包囲されている。この博打、勝ちの目は万に一つ。そういう割には許しそうだな、鬼。ま、勝ち目は万に一つあれば十分さ。中央を制圧し、内側から包囲を砕く。まずは宿目取りで方面からこじ開けるぞ。本陣は直次博士だ。我が弟ながらいつも大変な役回りでかわいそう。何を人ごとのように。貴様も一応総大将なのだ、自重しろよ。なんて素晴らしき戦果よ。我が部に挑め。すまん、な、俺に挑んだお前だ。あれ狂おう。敵戦討ち取って。開門。次は北だ。叫び砦方面へ進み、戦場中央を掌握する。酒に砦方面、敵軍を封鎖して。工作部隊に封鎖を解除させよう。行くぞ戦屋、工作部隊を援護する。自ら七に飛び込む。とんだ博打好きよ。順風のようだな。彷彿とさせる。あれ狂おう。開門。
道は開けた。これより北上し、叫び取りで方面を制圧する。鉄壁の守りで敵を跳ね返すのじゃ。開門。すまん、まあ、俺に挑んだお前だ。順風のようだな。戦場の中央は制したようだな。では反撃開始だ。どうやら立花や島津は未だに己の状況を理解していないらしい。これより兵糧攻めに移り、戦場の補給路を残らず遮断せよ。補給路の守備には加藤家についてもらおう。今の計なら敵に情けはかけぬと思うな。ああ、豊臣守るためなら友だと言います。行くぞ、補給路を守る。他の軍勢はじわじわと包囲を狭めよう。もはや降伏しか道はないと奴らに示すのだ。黒田は物量押しできた。どうする？守備を固めつつ敵拠点を迅速に落とす。島津と立花が共にあるのだ。簡単だろ。ああ、人の意志があるから未来は無限だ。俺たちは諦めない。どんな状況にあっても。呼吸を止められ、味方の体力が落ちている。拠点を落とし、状況を変えよ。急げ。さて、俺たちが攻めに専念できるように本陣を守備する援軍を呼ぼうか。開門。モンスラ撃ってここまで出張ってるんだ。そんなところで引いてたまるかよ。立花や島津も諦めない。この戦に勝ったところで何もない。誰かの思いを背負っているのだろう。くだらぬ無駄話はやめて戦に集中せよ。
場を席巻する。もういいだろ、報復しろ宗茂。こいつもこいつもなぜ死に急ぐ。大事なものを失ってでも守らなければならない未来がある。そうだろう清正。拠点を制したぞ、全軍奮い立て。兵などいくらでも補充できる。矢継ぎ早に攻め立て敵本陣を陥落させよう。次は主力の一歩、鍋島本陣を崩す。あれ狂おう。早速敵が本陣に侵入しようとしている。気づいた奴に対応してもらおうか。敵が一枚上手か。面白い。開門。立花と島津が組み負け戦を覆す。この光景、坊やが見たらどう思うだろうな。きっと尻尾を振りながら喜ぶさ。さ、勝利の風、あのガキのところまで吹かせよう。すまん。俺に挑んだお前が悪い。